皆さん、どうもどうもよろしく、笑わせてるゴン TK です。ではね、今日もドラゴンクエスト11やっていきましょう。ではね、R 下がる、こういうことか、下がる、そういうことな。まあ今回はね、魚になった勇者っていうところからやっていきましょう。マジでね、何が起こったのかわからんけど、まあやるしかないからやっていきましょう。さて、何が起こったのやら、これは。なあ、って何、どうしたん？おお、目覚めた、目覚めよった。勇者様がお目覚めじゃー。当時。ん？勇者？は？一時は、エラヒーフともに呼吸停止。ピクリックとも動かんかったというに、まさに奇跡、両様に報告じゃ。ん？エラ？皮膚？共に呼吸停止？何？どういうこと？もう、わけわからん。ちょ、下がる。ああ、勇者様。目が覚めてよかったわ。あなたは海底に落ちてきてからずっと眠り続けていたのよ。今、地上では大変なことが起きているそうね。地上がどんな様子か知りたければ、女王セレン様に直接お話し聞くといいわ。おう。海底宮殿の玉座の間にいらっしゃるはずよ。うん、わかりました。仮想、仮想あんのかよ。マジか。これどうなってんの？ドラゴン、嘘、なんかもう、頭の中もハテナが埋まっとるわ。うん。ハテナが埋まっとる。全く、どういうことか全くわからん。おい。お？何？どういうこと？上がる。下がる。なんかいろいろ行きたい方だけど。ここでなんか書いたりすんの？ってことは。いや、俺の店に来たってことは、平和を保したこの街の白身魚どもとは、一味も二味も違うんだよな。はい、いいぜ、気に入った。あんた、いい友達になりそうだ。仲良くやろうぜ、兄弟。さて、何を買うんだと言いたいところ、行きたいところだが、品物を届ける運送業が近頃来なくてな。売り物がねえんだ。まだ今度にしてくれや。マジか、好きてんな。では、まあね。まあ、ここはもう一度切りとこなんだよね。何かあるかわからんから、ニフラムしながら、先進めていきましょうかね。わけわからねえけど、まあ。お、なんや。おー、めっちゃ買えるかな。ほう。なんか魚になったわ、ほんま。勇者、魚になる。そういうなんか題名がつきそうな、そういうな、回になりそうやわ。では、まあ、行きましょうかね。びっくりしたわ、ほんま、最初は。待っていたぞ、元人間の勇者。ここは海底神殿、女王セレン様は、その手が目覚めるのを心待ちにしておられた。女王様は玉座の間にいらっしゃるぞ。きっと喜びになるだろうから、元気に泳ぐ姿を見せてやりなさい。では、もう入っていきましょう。確かこいつやったよね。ようや、元人間さん。元人間さんってことは、なんか地上滅んだん？滅んだ感じ？そういう感じ？まあ、話聞きで、聞いていきましょう、もう。ね。ドラゴンがお目覚めになったのね。こうしてはいられない。時は満ちましたわ。
どうした？くっ、いいか。大丈夫よ。私にはまだやることがある。それまでも。ずっとおったけど。ずっとおったけど。あら、はようじゃないの。その姿、とってもお似合いよ。いつにも増して可愛らしいわ。うわぁ、せぇ、やばいよ。やばいよ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時には、難波船みたいにバラバラだったのですよ。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の人形に、魚の姿に変えていたのです。あれからもう数ヶ月になるかしら。私の魔法で魚の姿になったあなたは、今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えれば、やがて人間の姿に戻れるでしょう。それまで無理は禁物ですよ。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。うわぁ、セレンかわいい。いや、でもあかんって、これなんかやばいじゃん。どんどん寄ってるけど。聞きたいことがたくさんある、そんな顔していますね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。おぉ、何が起こる？お？おぉ、何あれ？ドラゴン、全てを受け入れる覚悟ができたら、私についてきなさい。女に行くしかないやん。そうやったら。これか？もう行くしかねえがな。なんもすることないねんもん。森人の海。ほう。なるほど。この先っぽいね。ちょっと、ものすんごいちょっと、やりにくいんやけど。この魚の姿。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海。海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。お、何よこれは。これは王家に伝わる千里の真珠。川や湖、一滴の浅露。あらゆる水に魂を乗せて、地上の様子を見ることができる秘宝です。おう、秘宝と。地上にこっそり雨を降らせました。今なら、この雨を通じて世界を見ることができるでしょう。お、さあドラゴン、準備はいいですか？今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。お、触れるの？ちょ、上がる。うい。下がっていくんやけど、これ。もうやめえ。ほんまもう。おえ？やばすぎやろ。これが今のロトデタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、世界は死んだのです。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。やっべえ。マジやばいって。でも生きてるやつある。え？暗くなったけど。
子供が生きてるわ。うわぁ、やばマジやば、助けてやろ、誰か助けて。うわぁ、もうあかん、これ見てられない。そこに誰かいるの？助けて。誰や？なんか大人がおるわ。まあそれ俺のは分かってるけど、なんかちょっとふと言ってしまったわ。うわぁ、もう帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃないか。それなら歩き続ける。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。お、大丈夫か。あー、あかん。諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない。生きるんだ。歩け。歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。なんか、悲しすぎるわ、これ。絶望の中にも希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては、それは他でもないあなたの役目。マジか。ちょっと泣けてきたわ。類戦刺激されすぎやわ。視界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーだ。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世の全ての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。なんか光ってるけど、何あれ。おい、え、あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーガの手のものです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。もまなき結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれるでしょう。マジか。やばいって、この回。なんか、ちょっとした鬱回やわ。まあ別に鬱にはやらんけどね。そういう回やわ。もうあまり時間がありません。ドラゴン王国へ戻りましょう。戻るって言ったってな、これな、スキルってほんま、のろすぎんねよ。この魚な、ほんまに。なんかあったりすんの？そういうの。今ふと思ったけど。ないよな。まあもう戻る。おい、戻る。いやー、なんやろな、ほんま。海底王国無理や。え、じゃあ、あれ、あー、え、あー、え、あれ、お、王子、王、王様おらんで、え、あれ、どこからも出れる。あ、こいつな。大切な演説をするそうです。あなたも参加されてはいかがですか。お連れしてください。
可愛いお姉さん。ね、もう先進めていきましょう。で、どこにやるって？ああ、あそこか。じゃあ、そこまで行きましょう。あ、もう始まったわ。始まったわ。不思議な人。あれほどの世界の惨状を目にしても、その瞳に浮かぶ光は消えてはいません。どうした？ドラゴンよ、これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると大事が告げているのやもしれません。勇者ドラゴンよ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に、歩むべき正しい道が示されるでしょう。もう何だこれ。おお、お、全ては大樹の導きの、見ろ、結界が。売るのがせっかちなのね。別れの言葉を言わせてくれないなんて。ちょ、いや、泣かされていく。迷いを向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者では最後まで決して諦めないもののことです。そうですね。なんかこの回マジで泣けてくるんやけど。以前がマジで刺激される回やわ。前にもあったよな。海底王国の民だもや、その命魔王様のためもらい受ける。うわぁ、でっか。え、なに、どうすんのと。いや、待って。いや、魚の姿のままやけど。いや、あかん。いや、釣り糸が下がっている。調べてみよう。え、釣り糸？どこに？あ、あれか。あれな。ん？あ、もうちょい先。うい。よっしゃ、美味しそうなエビがぶら下がっている。エビを食べますか。はい。釣り糸やんか、もうやめんか。あかん。食ったあかんて。舌がおかしいから。寝てるがな。おこいつは高いぞ。まさか伝説の人を食い、大マグロか。負けねえぞ。俺は海の男を払わに。うわあ。やったぞ。これは大物だ。視界が破滅したって言ったって、生きてりゃいいことがあるもんってや、あるってもんや。人間でしたって。あらーになんか、ものすごーく絶望が、流れてくるけど、ここに、俺の中に。なるー？人？おい、あんちゃん、どっから乗ってきやがった？いくら腹が減ったって、魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何が当たってんだ？
おい、あんちゃん泣いてんのかい？何が何だかわからねえが、わからんが深いわけがあるみたいだな。よっしゃ、困ってる奴は放っておけねえ。それが海の男ってもんだ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て、一晩休んでいけよ。こんなご時世で安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。さあ、そうと決まればさっさと出航だ。あんちゃんしっかり捕まってるよ。こっから先は海が荒れるぞ。ほう。荒れるんや。荒れるそうな雰囲気。荒れそうな雰囲気全くないけど。おお。おお、なんかあるわ。今日なんもなかったわ。いやー、ほんまに絶望しか残ってないわ。樽の中に何もなかったわ。希望すらも入ってなかったわ。どうしよう。さて、じゃあ、やっていきますか。あれ、何、どうしたらいいんこれ。あ、こっち側か。分かってなかったわ。ほんまにな。おうおう、ストーリーまた始まったわ。おう、あんちゃん、お目覚めかい？いや、しかし嫌になるよな。もう朝だってのに、まるで夜みたいに真っ暗だ。なんだい、あんちゃん。知らねえのかい？あそこを見てみなよ。あの不気味な闇は、おっかねえ爆発が起きた日に、ベルカダールっつ国の城から突然湧いて出たって話でな。あれ、それ以来、あの闇がお空を覆っちまって、この大陸に住む俺たちは、おでんずさんの顔を見ていないってわけよ。まずい、隠れろ。おい、何、どうした？ん？おおおお、魔物やったんか。わからなんだ。ふぅ、危ねえ危ねえ。奴らはな、闇と一緒に、城から湧いて出た、遺体の知れねえ魔物どもだ。ちい奴らも、腹をすかしてこんなところまで出てきやがったが、いつまでもここに隠れてるわけにはいかねえな。面倒を見てやりたかったが、この小屋で食料調達すんのが俺の仕事でな。悪いが、ここを離れられん。だがな、あんちゃんは一刻も早くもっと安全な、最後の砦に行った方がいい。あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな、あんちゃんを守ってくれるはずだ。こっから西に行くと、石の大滝がある。最後の砦は、あ、石の大滝？え、そこって石の、た、石の、石の、石の、都違う。村の。え、こいつの出身のとこやんか。おう、そこ安全だ。気ぃつけて待たろうな、あんちゃん。マジっすか。おう。あ、もうここデルカダールやん。デルカダール地方にある最後の砦。うん。なるほどね。じゃあそこまで行きましょうかね。まあカット、というか2フラムしてね。ではまあ2フラム。ここ、最後の砦ってなってますけど、来ましたよ。え？おい！おうまあ、おお冒頭で、一緒に戦ってくれた。名前忘れたけど、エニアやないか。なんか、懐かしくて涙出てきたわ。マジかよ。ワン、ワン、ワン。ってことは、まさか、エヴァも生きてるんじゃね？これ、このパターン。なあ。あるで、これ。ワンチャンあんで。ワンチャンあんで、これ。イルが生きてんねん、もう。名前忘れたけども。さすがにね、可能性はあるよ。ん？どうした？犬。エヴァ？え？エヴァ？嘘！ルーキー、もうどこに行ってたの？あ、あ！
え、何言ってた。おぉやべえ、なんかやべえ、泣けてきた。ドラゴン、ドラゴンならね、私は幼なじみのエマよ。彼女からが無事だったので、いろいろ噂ばかり聞いて、私、おぉ、やべえ、俺も涙流る、溢れてけるわ。ルキーね、ルキーね。うん、そうだね、ルキー、こんなに嬉しいのに泣いていたらダメよね、ダメだよね。いや、嬉しい、感動して泣くってこともありますか。本当に浮かれなさい、ドラゴン。あん、あん、あれなんで生きてんのって思ってんけど、俺一瞬。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。ドラゴンがお城に旅立ってすぐに、ホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて、また兵士たちに命じたは皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないと、ホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。お、あー、グレイグかな。オン、ロン。てか、もうやったって。ごめんごめん、ドラゴンは長旅で疲れているもんね。おしゃべりはあと、まずは体を休めなきゃ。ちょー、やばいってこれ。それに誰よりも、あなたの帰りを待ってる人がいるわ。さ、ドラゴン私についてきて。え、まさか、神とかおるわけ。うん。あ、違うやな。走っていってるな。もうね、冒頭のところでね、走っていく姿がどこに行ったかわからんけどさ。もう、前で記憶はあったけど、まあ、今回は見失わずに行くよ。さすがに。おー、さあみんな、じゃが、手を動かして、チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、バズマン、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない、そんなに慌ててどうしたんだい。驚かないでね、バズマン。ほら、あそこ見て。鎧着てますけどね。ドラゴン。ああ、泣いてますわ。泣いてますわ、さすがにね。ドラゴンよく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はできる。わかるわ、その気持ち。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に明日が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸上に溢れ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく、困った人をみんな助けてくれてね。私らは魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダローもいらしているんだよ。あらあら、そんな関するもんじゃないよ。村を焼かれたことは教えられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダローのテントは砦の中央にあるよ。入り口にある日本の旗が目印だ。一体ね。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。よし、まあではね、今回はこれで終わって、次回デルカダーローのね、テントに行きましょう。まあここの中やからね、まあ楽やろうとは思うけどね。それではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル、不純縛り、Twitter の方では、様々なことを、
気が狂ってきた準備でやっておりますので、フォローお願いします。あと概要欄のところにアーからオーまでのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五条縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。